おはようございます。よろしくお願いいたします。それではまず冒頭4件お話をさせていただきます。1点目、教育のデジタル化に関する視察および車座意見交換を行ったことについてのご報告です。先週6月24日金曜日に埼玉県戸田市の戸田東小中学校および木沢小学校を訪問いたしました。戸田東小中学校ではギガスクール端末を持ち帰りも含めて積極的に活用し、電子黒板も使って先生が生徒の伴走者として個別最適な学びを実践している様子を見させていただきました。木沢小学校では外国人児童や特別な支援を必要とする児童が文房具の一つのように ICT を活用している授業を見せていただいております。また視察後には戸田市の菅原市長、戸ヶ崎教育長、戸田東小中学校、木沢小学校の校長先生と車座により学校教育における誰一人取り残されないデジタル化の実現に向けた意見交換を行っています。戸田市での視察はデジタルの力により実際に個別最適な学びや共同的な学びが実現されており、今回得られた知見も踏まえ引き続き教育 DX を見据えた教育のデジタル化に取り組んでまいりたいと思います。2点目、慈恵医科大学附属病院の視察についてこちらはお知らせでございます。本日午後東京慈恵海医科大学附属病院を訪問いたします。医療現場におけるデジタル技術の活用についての視察と松藤学長および小島院長との意見交換を行う予定です。病気を見ずして病人を見よを理念として掲げる慈恵医科大病院では、患者さんの QOL クオリティオブライフの向上に資する環境整備の観点から、病室でも利用可能な Wi-Fi 環境の整備をはじめ、医療・診療情報のスムーズな共有を可能とするアプリの開発導入など、さまざまなデジタル化の取り組みを進められています。これらの取り組みはデジタル庁が掲げる誰一人取り残されない人に優しいデジタル化に通じるところでありますし、取り組みを視察して現場の状況下がありの楽しみにしております。デジタル庁では慈恵医科大学病院の医師である高尾博之先生にアクセシビリティを担当するチームのプロジェクトマネージャーとして参加いただいています。デジタル推進の取り組みのほか、デジタル技術を活用したアクセシビリティ確保に関する取り組みを検討しているところです。本日の視察を通じて誰一人取り残されない温かいデジタル社会を実現するために、今後取り組むべき施策などについて貴重なご示唆がいただけるものと期待をしています。視察後に現地でのぶら下がり取材の場を用意させていただいています。すでにご案内しておりますけれども、視察終了後16時15分ごろから東京慈恵医科大学の2号館1階講堂前にて松藤学長、小島院長とともに会見を開きます。医療現場におけるデジタル技術の活用について、今回の視察や意見交換を通じて感じたことなどお話しできればと思っていますので、ぜひご参加ください。3点目、令和4年度山梨県生活困窮者緊急生活支援金、こちらを特定公的給付に指定することについてお知らせをいたします。あさって6月30日に公金受取口座登録法に基づく特定公的給付として山梨県が実施する令和4年度山梨県生活困窮者緊急生活支援金を指定いたします。この指定は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した山梨県が独自に実施する給付の指定であります。地方自治体独自の給付の指定としては初となります。これにより指定を行う給付金事務を山梨県内の市町村が行う際に、所得情報や口座情報などの確認利用が容易になります。またマイナンバーを利用した管理が可能となります。今後も地方自治体が独自に実施する給付について、自治体の皆様のニーズをよく伺いながら必要な情報を確認し、特定公的給付の指定を行っていきたいと思います。デジタル庁として引き続き受給対象者からの申請を待つことなく、プッシュ型に近い形で国民にとって利便性が高く迅速な給付支給ができるよう取り組んでまいります。最後になります。昨日ウクライナのフェドロフ副首相兼デジタル化担当大臣とオンライン会談を行いました。私はデジタル大臣およびサイバーセキュリティ担当大臣の立場からお話をいたしました。
ペドロフ副首相とは先月の G7 デジタル大臣会合以来の意見交換となっております。冒頭私からウクライナをめぐる困難な情勢の中、こうしてお話しする機会を得られて嬉しく思うということをお伝えし、ロシアのウクライナ侵略に関連し、悪意あるサイバー活動は軍事活動とも融合し、ペドロフ副首相はその対処に尽力されているということを認識していますというお話をさせていただきました。またウクライナはしっかりと準備を行って、こうした状況に耐え抜き、通信などの重要インフラの機能を維持させているというふうに承知していますと、この点も敬意と称賛の思いをお伝えしたところです。これに対してフェドロフ副首相からは、本日会談を行えることを嬉しく思うという旨述べられたことがございました。また日ウクライナ双方におけるデジタル化やサイバーセキュリティの取り組みなどについて意見交換も行っています。特にフェドロフ副相からは、有事におけるウクライナのデジタルとサイバーセキュリティ上の取り組みについて、実際の経験に基づき説明をいただきました。この点、我々にとっても極めて貴重なものだったと思っております。会談では今後、サイバーセキュリティ分野およびデジタル分野における日ウクライナ間の協力を模索していくということで一致しています。今回の会談を契機として、サイバーセキュリティ分野、デジタル分野での知見の共有、二国間協力の推進に向けて連携を進めていきたいと考えております。私からは以上です。はい、それではご質問ある方、チャットまた記事でお願いいたします。NHK の岩沢です。聞こえますでしょうか。はい、どうぞ。よろしくお願いいたします。ちょっと話題変わってしまって恐縮なのですが、デジタル臨時行政調査会の関連でお尋ねいたします。臨調で一括見直しプランが決定されてから間もなく1ヶ月になりますが、技術カタログの整備であったり法令改正の準備など、進捗としてその後どのような進展があったでしょうか。はい、一括見直しプランを策定した段階で7項目の典型的なアナログ規制に該当する法令約5000条項中約4000条項についての見直しの方針が確定しておりましたが、その後残りの約1000条項や追加で点検対象とした約2000条項について点検見直しを鋭意進めております。通知通達等についても点検見直しにも着手するとともに、テクノロジーマップ、技術カタログの試行版の作成についても進める、当該プランの工程に沿った取り組みを今推進しているところです。またこうした取り組みは国民の皆様、特に経済界の方々に広くご理解をいただくことでさらなる推進力を得て達成できるものというふうに考えています。このため先日より主要な経済団体に対して一括見直しプランの取り組みについての説明を開始しています。また個別の業界向けにもご要望に応じて説明会を開催し、現場の貴重な声を聴取していきたいと考えています。このほか民間からの人材を公募するなどの取り組みも進めています。今後デジリン事務局の体制面での強化を図りつつ、3年間の集中改革期間において我が国のアナログ規制を一掃すべく、一括見直しプランに沿った取り組みのさらなる推進を図ってまいります。以上です。はい、ありがとうございました。はい、読売福島さんお願いします。読売新聞福島です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ウクライナの媒介団に関しまして、お伺いいたします。はい、ペドロフ副首相と今後日本とウクライナの、協力をもセキュリティ分野などで協力を模索していくということですが、こうした、定期的な、情報交換ですとか、具体的にどのようなことをやられていきたいかということをもう少し あればお伺いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず前提として1点冒頭申し上げるのは、ウクライナ側から
具体的な説明内容については、対外的な言及を避けてほしいと言われているところがありますので、詳細ご説明、十分にしきれないところがあるということは冒頭申し上げておきます。その上で、さまざまな有事においてもサイバーセキュリティを確保しなければならない。これは、サイバー空間は国境があるわけではございませんので、そういう意味では、このサイバーレジリエンスというものを担保しなければならないという点では、日本も同じ思いであるということはお伝えできたかと思っております。こうしたバイのウクライナと日本との間のみならず、マルチでもさまざまな場面を活用して、ウクライナからの貴重な経験や知見を学んでいきたいというふうに考えておりますし、日本からは、東京オリンピック・パラリンピック大会、4億5000万回のアタックがある中で、安全にこの大会を終了させることができたという経験、この点も広くグローバルにお話をさせていただいて、知見も共有しております。ニスクが行う重要インフラに関する演習、こちらの知見も共有をしていきたいというふうに思っております。フェドロフ副首相とは、実のところ約1時間にわたり会談をさせていただいています。つまり、日本に期待するところも大きいということだというふうに私としては受け止めております。その思いもしっかりと受け止めた上で、2国間の協力を今後具体化していきたい、デジタルインフラのサイバーレジリエンスの強化という面で取り組みを強化していきたいというふうに考えているところです。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか。日経 BP 源さんお願いします。日経 BP の源です。聞こえておりますでしょうか。聞こえてます。先週、尼崎市で、業務委託先が個人情報を漏洩させる、事件が起きました。 USB を持ち出して紛失する事件が起きました。最近、自治体で市民情報を漏洩する事件が相次いでいると思うんですが、改めて市側でのセキュリティの体制とか、そもそも、行政システムが強い分離で、強く分離する形で、管理されているようなセキュリティ基準があるといったところから、業務をですね、委託先に持ち出して書いて情報を掲示さらすといったことも今回あるように思います。改めて自治体でのセキュリティ体制についてどうお考えか、デジタル庁としてどのような対策を今後求めていくか、お考えをお聞かせください。まず、個人情報保護法に関して、お話を改めてさせていただきますと、現在どういう状況になっているかといえば、国の行政機関や事業者などが、今の個人情報保護法の適用の対象ですと。で、地方公共団体については、来年度からは適用対象になります。で、なので、各地方公共団体においては、条例で個人情報保護について規律しているものというふうに今、承知をしております。ただ、来年度の個人情報保護法の適用に向けて、こうしたことを受けて、個人情報保護委員会において、地方公共団体に対して、個人情報保護法が求める安全管理措置、漏洩等報告への確実な対応を求める通知というのを、総務省とも連携して発出したという報告は受けております。で、一方で、この尼崎に関しては、委託先などの民間事業者において発生した事案なので、この当該事業者については、個人情報保護委員会において事実関係等の調査を行っているというふうに聞いています。法にのっとって適切に対応していくものというふうに考えております。で、セキュリティのあり方についても、しっかり地方自治体において考えていただかなければならないということではありますし、もちろん総務省等でも、これまでいろいろと地方公共団体の皆さんからのご相談には乗ってきていただいているところがあるというふうに思いますが、デジタル庁としても、その体制、必要な場面においては、協力をしていかなければならないというふうに考えております。ありがとうございました。他ご質問よろしいでしょうか。
はい、それではですね、本日、先ほどの、言及ありましたウクライナの、との外相会談につきまして、担当が、この後も残りますので、もしご質問ある方、引き続きお願いいたします。それでは、会見これで終了いたします。よろしくお願いいたします。